それでは皆さんご一緒に乾杯。今回は本当にお疲れ様。主君賞はもちろん雨宮さんね。そんなことありません。勝てたのは神山さんのおかげです。いや、お前は頑張った。頑張れなかったのは私だ。私もです。申し訳ありません。なぜ謝るんだ。生きて戻ってこられた、それだけで十分じゃないか。ハツホもクラリスもよく頑張ったよ。ありがとう。はい。失礼します。皆さんにご報告があります。あら、何かしら。まずはこちらをご覧ください。これは帳簿？はい、大帝国劇場の資産状況です。結論から言えば、帝劇の運用資金がつきました。神山隊長の無限、その費用が高くついたのが原因です。俺のせいですか？ですが、無限がなければ戦えなかった。わかっています。ですが、それはそれ、これはこれです。カオルさん、資金がないということはもしかして。はい、当面お給金はありません。光熱費も食費もゼロです。おいおいおい、どうすんだよ。給金はともかく、飯抜きだけは嫌だぜ。私の本を売るなんて言わないでくださいね。手書き寄付なくなっちゃう。あったのになくなっちゃう。困りましたわね。ねえ、神山くん、どうしたらいいと思う？舞台公演をやりましょう。お客さんが入れば資金も調達できます。それはいい案ですね。賛成です。ですが、舞台公演を行うにはいろいろと問題が。そうね、公演を行うにしろ、高魔と戦うにしろ、必要なものが2つあるわ。というと？人は城、国は人なり。たくさんの孤児が言っているでしょう。つまり、人よ。紹介するわ。世界が誇るスター、アナスタシア・パルマ。ここに来れば退屈しないって星たちが言ってたけど確かにそうみたいね。メイン・ゴーツ、本当にアナスタシアさん？有名な人なの？知らないのかよ、サクラ。世界的に有名な大スターじゃねえか。皆さん、ごきげんよう。私はアナスタシア・パルマ。帝劇の舞台に招かれるなんて光栄ね。花組の名に恥じぬ働きを約束するわ。あなたがキャプテン神山かしら。ええ、花組隊長の神山清十郎です。よろしく。そう、あなたが。先日の高魔との戦いでは目覚ましい活躍をされたそうね。私もこの目で見てみたかったわ。アナスタシアさんには花組のスターとして舞台の花を務めてもらいますわ。そしてもちろん歌劇団の一員として戦いにも加わってもらいます。戦いにも？大丈夫なのか？もちろん、そちらの腕も期待していただいて結構よ。
さすがだな。頼りにさせてもらうよ。なんつうか、舞台も戦いも一気に戦力倍増って感じだな。世界一の演技を間近で見られるなんて、ああ幸せです。ところで支配人、必要なものが2つっておっしゃってましたよね。いやあ、よかった。忘れられてるんじゃないかと思ったよ。レイジ、お前なんでここに？おいおい、なんでとはお言葉だな。もう一つの秘密兵器とは俺のことよ。お友達ですか？ああ、兵学校時代の同期、シバレイジだ。俺が戦術本科、あいつが機構整備科で首席同士だった。聖獣郎とはいろいろと張り合ったもんさ。いわば永遠のライバルってやつかな。ああ、また一緒に頑張ろう。期待しているぞ、レジ。はあ？お前本当に聖獣郎か？熱でもあるのか？ああ、そうだよな。お前はそういうやつだ。お前に真面目に答えた俺がバカだったよ。そうそう、そういう感じがお前っぽいぜ。うるさい。何なんです？仲がいいんですか？悪いんですか？男の人ってよくわかりませんね。芝君には技師長として主に量子戦闘機の整備を担当してもらいます。他にも舞台や設備の修理もお願いするわね。了解しました、スミレさん。ま、お前が来たなら安心だ。しっかり頼む。おう、任せとけ。それじゃあ私は部屋に戻ります。神山君、後で私のところに来てくれる？来ましたわね。ご用は何でしょうか、支配人。あなたの昇進の話ですわ。昇進ですか？ええ、神山聖秀郎、あなたを帝国歌劇団特命宣伝部長に任命します。は、ありがたく拝命いたします。て、特命宣伝部長？歌劇団でのお仕事のお話を、宣伝部の部長をお願いしたいの。はあ。先ほど説明した通り、大帝国劇場は財政の危機にありますわ。この問題を解決しなければ歌劇団大戦に参加すらできない。参加できなければ優勝も何もありませんわ。だから何としても公演を成功させる必要があるのよ。スターとしてアナスタシア・パルマを迎え入れることはできたけど、それだけでは不十分。帝劇を民衆にしっかりとアピールするためには強力な宣伝活動が必要不可欠です。なるほど、理解しました。重要な役目ですね。話が早くて助かるわ。それじゃ早速だけど、これを使ってみて。このボタンがついた箱は？
もしかして。スミレさんからお礼の愛のプレゼントですか。何の冗談ですの？それともまさか本気なのかしら。いえ、申し訳ありません。怖い。スミレさんには迂闊なことは言えないな。その箱を持ってそこにある台の上に乗ってちょうだい。それから箱の赤いボタンを押すのよ。わかりました。この赤いボタンを押せばいいんですね。そうですわ。やってみていただけますこと。なんだこの格好は。一体何がどうなったんだ。からくり宣伝人形大帝国劇場、略して劇蔵くんよ。この劇蔵くんに変身し帝劇を宣伝する、それがあなたの新しいお仕事。劇蔵くん、動きにくいし外もよく見えない。劇蔵くんに変身するためのその台は必要な時必要な場所に設置させるわ。匿名宣伝部長として劇蔵くんに変身して帝劇をしっかり宣伝してくださいましね。ちょっとこんな格好勘弁してください。その姿で人の言葉を話すとか何を考えているんですの。え、ちょっと意味がわかりませんけど。象といえばパオーンですわよ。さあ行ってごらんなさい。ちょっと恥ずかしいけどこうなったらやるしかない。パオーン。素晴らしいですわ神山くん。これなら心配ありませんわね。本当にこれでいいんでしょうか。大丈夫でしょうか。見事な象っぷりでしたわよ。くれぐれも劇蔵くんのイメージを壊さないようにね。パオーン。それじゃあ手元にあるボタンを押しなさい。元の姿に戻れますわ。ご苦労様。気分はどう？なんというか、その…すごい仕掛けですね。一瞬で姿が変化するなんて。神崎重工、トップ技術の結晶ですわ。力の使いどころ完全に間違ってるな。どうせなら無限を量産してほしい。最後に一つ、劇蔵くんの中に神山くんがいることは絶対に秘密よ。お客様の夢を壊すわけにはいかないもの。それに正体を知られていない方がいろいろと便利なこともありますしね。確かに劇蔵くんにバカれば普段聞けない情報を集められるかもしれないな。それでは早速宣伝の任務を命じます。大帝国劇場ロビーの劇蔵台にて劇場の宣伝を行いなさい。はっ、宣伝部長として全力を尽くします。you
花組十三箇条、清く正しい乙女を育てるための規律か。改めて考えてみると帝国歌劇団って文字通り女の園だよな。この楽屋だっていつも女の子たちが。なんだかここにいるのがいけないことのような気がしてきたな。誰が来た？お稽古で汗かいちゃった。反射的に隠れてしまった。別にやましいことなんかしてないのに。誰もいないよね。いや、ここで汗拭いちゃおう。なんだと。まずいな、出るに出られなくなってしまった。仕方ない、もう少し待って。やめよう。こっそり覗くなんて卑怯者のすることだ。今はただ桜が出ていくのを静かに待つとしよう。はあ、さっぱりした。花組トップスター天宮さくらです。よろしくお願いします。なんちゃって。アナスタシアさんも来てくれたことだし、もっともっと頑張らないと。頑張れ、天宮さくら。えいえいおー。頑張れよ、さくら。君ならなれるさ。花組のトップスターに。俺も力を尽くそう。桜のために、花組のために。初めて漁師戦闘機に乗ったってのに、あんた本当はすんげー強かったんだな。いや、まだまだだ。これからは初子たちの力を貸してもらわないと。ああ、任しとけって。あんたとアナスタシアも増えてよ。これで花組勢ぞろい。コウマなんざ敵じゃねえ。そうだろ。もちろんだ。みんなの力を合わせればどんなコウマだって倒すことができるはずだ。そうよ、そう来なくっちゃ。その息だぜ。隊長のあんたがそういう気持ちでいてくれれば、あたしらはいつでも迷わずに力を出せるってもんだ。
見たってや。お、さすええもんやろ。それでええか。毎度あり。また来てや。ちゃんと仕事してるか。ブラブラしてる奴が言うセリフか。何の用だ。実はサボりに来たんだ。ちょっと休ませてくれ。ああいいぜ。もちろんスミレさんにも報告しといてやる。親切にどうも。相変わらず血も涙もないやつで安心したよ。で、機体の整備状況はどうなんだ。動力となる量子水晶がもう限界だ。あの空間の影響か、完全に使えなくなってる。直せるのか。さくらちゃんの後部だけはなんとか。アツコちゃんとクラリスちゃんのは無理だな。俺の無限はどうなんだ。さすがは最新鋭の量子戦闘機。深刻なダメージは受けていなかった。部品が届くまでは無理だが、届き次第完璧に仕上げてやるさ。そうか、よかった。ということはその部品が届くまでお前は暇なんだな。まあそうなるな。よし、じゃあ舞台装置を先に見てくれ。古い設備のままじゃ公演も思うようにできない。はいはい、分かったよ。もう少し機体の状況を調べてから舞台に取り掛かる。
どうぞ。よし、じゃあ。エキゾー君の参上だ。よし、変身完了だ。あとは来てくれたお客さんにエキゾー君でアピールすればいいんだな。さて、誰が来てくれるか。不審な声、もしかして侵入者？なんだ？なんだ今の。よく見えないぞ。パオンとか変な声が聞こえた。もしかしてこれの声？というかこれは何？劇場くんのからくり像？お客さんじゃないようだな。となると、もしかしてこの望月麻美の目を盗んで像を置くなんてなかなかやる。望月麻美、そうか、この子が4人目の花組隊員か。こんなところに謎のボタンが。ボタン？そんなものがついているのか。里の掟42条、謎を謎のまま捨ておくな。起きて押すのか。ちょっと待て。ポチッとな。起きよ。激増だぞ。受けた。嘘だろ。うん、分かった。これはただのからくり像なら問題ない。バレずに済んだか。だけどなんだかいろいろと変な子だったな。
来たか、清十郎。相談ってなんだ？舞台修理の目算でも立ったのか？そんなところだ。舞台を全部直すのに一日という感じだが、それでいいか？一日？そんな短時間で可能なのか？ざっと見たところ、問題点の洗い出しに3時間、修理6時間、予備3時間というところだ。うちのメカニックは優秀なんだな。わかった。それで進めてくれ。ああ。それと舞台のあらすじでも見せてくれれば、新しい大道具や仕掛けの提案もできるぜ。最初は人目を驚かせるセットで、客の目を引きつけるのが手っ取り早いからな。それは助かるが。機体の整備は大丈夫なのか？そっちが本職だからな。大丈夫だ。そっちは抜かりねえ。というか、舞台を何とかしろと言ったのはお前だろ？それはそうだが。機体も舞台もきっちり整備してやるから。ま、安心して見てろよ。で、具体的にはどうするつもりなんだ？俺が開発した高精度量子投影機。こいつを仕込む。もともとは仮想戦闘訓練装置として作ったんだが、不採用になってな。戦闘訓練装置って、物騒なものじゃないだろうな。安心しろ。あくまで映像を舞台に投影するだけの装置だ。ただ、その映像効果は興奮待ったなしを保証するぜ。シャンゼリゼ通りだろうが、ニューヨークの摩天楼だろうが、思いのままに舞台に再現してみせる。すごいな。それが本当ならすごい舞台ができそうだ。作業には明日から取り掛かる。ま、期待しておいてくれ。誰だ？君は、アザミ君？私の名前を知っている。何者？うん、何者でもいい。名前を知られたからにはただでは置かない。里の掟62条、秘密を知る者生かしては置けぬ。覚悟召されよ。待て待て待て。そうだ、おやつをあげよう。それで手打ちにしてくれないか？やっぱ無理か。三日月のおまんじゅう10個。え、本当にそれでいいの？よくない。里の掟79条、おやつで買収されるな。危うく掟を破るところだった。思わぬ強敵。いや強敵じゃなくて君の体調なんだけどな。俺は体調。君は帝国歌劇団花組の一人、望月あざみくんだろ。俺は神山清十郎。先日から花組の体調を任されている。神崎司令から聞いている。隊長に会うためこの部屋で待っていた。その割にいきなり物騒だったよ。そうか、あなたが神山清十郎。新しい隊長か。改めてご挨拶つかまつる。望月流忍者望月あざみ、これよりあなたの配下となる。ああ、よろしく。承知した。では、ごめん。どこへ消えたんだ、一体。しかし、忍者だって？
サミ、おかえり。みんな、ただいま。今さっき戻ってきた。ん？さくらたちの部屋の方からだな。何があったんだろう。変わった格好の子ね。もしかしてメイドさんかしら。メイドじゃない、忍者。それに望月あざみという名前がある。そう、ごめんなさい。私はアナスタシア・パルマよ。よろしく。そうだ、アザミ。他にも新しい人がいるの、紹介するね。俺のことかな。さっき挨拶させてもらったよ。隊長、引き続き見回りをしている。さっきの隊長以外に不審者はいなかった。人聞きの悪いことを言わないでくれ。とはいえご苦労様。もう切り上げて休んだらどうだ。問題ない、大丈夫。忍者アザミ、悪の魔の手から帝劇を守る。忍者興味深いわね。詳しい話を聞いてみたいところだけど。そうですね、今日はもう夜も遅いですし、明日にしましょう。アザミは見回りを続ける。何かあったら連絡を。忍者消えた。本当に忍者みたいだ。すごい子が花組にはいるんだな。まずまずですね。
ふう。ふう。これでやめにします。天宮さくらは強いんです。えっへん。それじゃまた遊びましょうね。
あれは…お願いします、アナスタシアさん。私を弟子にしてください。お断りよ。いきなりやってきて何を言い出すかと思えば、少々無礼じゃなくて。すみません。でもどうしても演技を教えてほしかったんです。あの、どうしてもダメなんですか？ええ、ダメなものはダメ。私は先生になるつもりはないの。二人とも話は聞いたよ。そうだな、さくら、やっぱり諦めた方がいい。彼女には先生として来てもらったわけじゃないんだ。そんな。理解があって助かるわ、キャプテン。とにかく弟子入りはお断りよ。いくら頼まれても答えは変わらないわ。取り付く島もないとはこのことですね。
さくら。みっともないところ見られちゃいましたね。アナスタシアさんに教えてもらえればもっと上手になれるって思ったんです。だけどダメでした。伝説の花組たちか。さっきそのポスターを見ていたよな。昔の花組はすごい人たちがいっぱいいたんです。伝説の公演、伝説のスター。私なんかじゃ全然叶わない。どれだけ夢を見ても追いつけない夢。なあ、さくら。さくらって裁縫が得意なのか？ええ、得意というか、帝劇に来てから得意になったっていうか、帝国歌劇団はお金があんまりなくて、だから衣装とかも自分たちで作ったり直したり、そういうのをやってるうちに調達して楽しくなってきたんです。へえ、なるほどね。そんなにアナスタシアの弟子になりたかったのかい？そういえばさくらは以前に新宮寺さくらさんに助けられたって言ってたよな。はい、私の憧れです。強くて綺麗で優しくて、私も新宮寺さくらさんみたいになりたかった。なあ、俺は知らないから聞きたいんだけど、新宮寺さんって強かったのか？もちろんです。私を助けてくれた時だって高馬を一刀両断です。それに強いだけじゃないんです。花組のトップスターで素晴らしい人なんです。新宮寺さくらさんみたいになりたい。花組に入れてその夢が叶うって思ったのに。その夢を諦めるのかい？さくらには強い思いがあるんだろ？私は、俺はそんな思いに気づかされたんだ。絶対に諦めてはいけないって。そのさくらが大切な夢を諦めてしまうのかい？私は諦めたくないです。でも神山さん、諦めたくない、その気持ちがあれば前へ進めるんじゃないか？でも気持ちだけじゃ前へ進む道が見えないんです。どうすれば夢を叶えられるのか全然わからなくて、アナスタシアさんからそれを学べると思ったんですけど。この刀はさくらのかい？はい、お母さんの形見、雨宮国貞です。形見？そうか、そういえばお母さん亡くなったんだったな。ええ、もう10年になります。神山さん、どこを見ているんですか？いや、そのブローチ素敵だなと思ってさ。これですか？銀六百貨店で見つけたんです。
家を出て花組に入って、これからここで頑張る自分にって。とても似合ってるよ。華やかで桜にぴったりだ。ありがとうございます。桜の瞳はどことなく新宮寺さんを思わせるな。色は違うけど宿す光の強さが同じっていうか。ありがとうございます。そんな風に言われたのは初めてですけど、とっても嬉しいです。少し気負いすぎじゃないか。もうちょっと肩の力を抜いた方がいい。すみません。でも今の自分じゃダメだって思うと気が焦っちゃって。さくら、君は本当によくやってると思うよ。焦らなくてもいい。きっと夢を叶えることができるさ。あ、はい、ありがとうございます。あの、神山さん、肩に触れるのはいいですけど、さっきから横島な顔してますよね。え？え、いや、そんなことはないと思うな。神山さん、何を見ているんですか？え？あ、いや、別に。桜の髪、サラサラとしていてとても綺麗だな。え、ありがとうございます。髪をあげれば新宮寺さんみたいな髪型にもできるんじゃないか。いいえ、私にはまだそんな自信がありません。いつか追いついたって思えたら試してみようと思います。あ、このリボンですか？新宮寺さんみたいに大きなリボンをつけてみたかったんです。いやー、新宮寺さんにそっくりだよ。本当に本当。やった。これだけで新宮寺さんになれるわけじゃないですけど、でも形から入るのも大切です。宮山さんのエッチ。え、な、何を。さっきから何度も見てますよね。何を考えているかバレバレですからね。反省してください、神山さん。聞けば聞くほど新宮寺さんへの強い思いが伝わってくるよ。それだけ強い思いを持っていれば必ず夢を叶えられる。新宮寺さんみたいになりたい。その夢をまっすぐに追いかけていけばいい。神山さん、優しいですね。不思議です。さっきまで不安でいっぱいだったのに、神山さんに勇気づけられて心があったかくなって、私やっぱり。神山さん、あまり見つめないでください。その、
何があったってその輝きが失われることはない。それがさくらの強さだよ。神山さん、さくら、俺は君を信じている。どんなことがあっても負けたりしないって。ありがとうございます。神山さんは本当に優しいです。手を握ってもらうとドキドキしますね。まるで恋人同士みたいです。恋人同士さ、いや恋人になっちゃおうか、さくら。神山さん、もう冗談ばっかり。そんなの まだ早いです。はあ、びっくりした。顔が熱くなっちゃったよ。なんかついツンツンしたくなって。ついじゃないですよ、もう。神山さん、顔が赤いですよ。もしかして熱でも。大丈夫なんでもないよ、うん。している。君はもっともっと素敵になれる。そう。神宮寺さんのように。はい、ありがとうございます。神山さんが来てくれてよかった。昔みたいに優しい青人さんのままでいてくれて本当によかった。私嬉しいです。神山さんとならどこまでだって頑張れます。だから見ていてくださいね。アナスタシアさんには断られちゃったけど、でも絶対にへこたれません。神山さん、元気をくれてありがとうございました。Thank you.